皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月の24日、19時28分、ホームページ淡井圭介の履歴のですね、淡井圭介結婚話をしに来た人たち一覧表というところがありまして、まあ、説明欄のところからその YouTube の検索ワードにその内容ワードを貼り付けてもらったら多分出てくると思いますので、そちらの方から、まあこういう風な画面があるんですけども、まあまあどういう風な内容だったかっていうものを、1とか2とか、まあこういう風にして、表記しています。で、一般人の方たちとかも芸能界というものをまああまり、誤解することがないように、例えばキャリーパムパムっていう以前歌手だった人、多分増若翼さん、もともと女性モデルだったと思うんですけども、どこもやっぱり売り上げの部分がありまして、まあ、二足のわらじと言いましょうか、まあ、それで、まあ、偽名を名乗るような形になってしまっていて、まあ、人によっては過度に、完全に名前を変えてしまっていたりだとか、で、まあ、インターネット上なんですけども、残念なことに、まあ、この間神戸地方裁判所の裁判官の人たちの一覧表を見たんですけども、一文字名前変えてたりしてるんですよ、インターネット上では。だからその辺のところは僕はちょっとどういう経緯でこの国がなぜそういうふうにしてるのかっていうことがよくわからないんですけども、まあもしかしたらコンピューターによるサイバー攻撃でそうなってるのか、意図的にそうしてるのか、その辺のところはちょっとよくわからないんですけども、まあ以前の話の続きということで、まあ2007年8年ぐらいの頃の話などをしていたと思います。で、その後、まあ、その子供の頃にも会いに来たその小林麻耶さんなど、まあ、年齢的にですね、まあ、小林麻耶さんを、まあ、先に結婚問題の解決と言いましょうか、まあ、そういうことで、まあ、事務所のセントフォースさんの方を訪ねたりだとか、郵便物を郵送したりだとか、まあ、いろいろそういうことをしてたんですけども、まあ話が、まあ、進まなくて、で、まあまあ、その頃は、まあ、高島彩アナウンサー宛てに SD カードを送っていまして、まあまあ相談込みで、まあいろんなことを、言ってたんですけども、まあ途中で、まあ下手な鉄砲を数打ち当たるみたいな形で、まあけどこれ、この状況をみんなが、その皆さんがね、誰がどういうふうに今は、お付き合いしてる人がいるだとか、まあ結婚、別の人と考えているだとか、まあそういうことが、あって普通だと思うんですよ。この人数ですから。で、実際にね、サンパレス六甲に、その、アナウンサー関係の人たちだけで20人ぐらい来て、で、一緒に集合写真を撮ってるんですけども、もうその時にもね、ほぼほぼ全員のことを全く覚えてない状態だったんです、僕の方は。で、これね、記憶がなかったら話が進まない。で、まあ、記憶を取り戻して、まあ、誰とどういうふうな結婚話をしただとか、まあ、そういうふうなところで、まあ、もしかしたらということで、まあ、押切萌えさんが、例えば大阪の方で、握手会、記念撮影会か何かを行ってたんですよね。で、まあ、そこへ行って、まあ、言い出そうともしたんですけども、まあ、周りの係員の人たちに、遮られてしまいまして、まあ、話し合いすることできずと、まあ、いうような形ですね。で、まあ、それで、まあ、以前さっき話していた、その古舘一郎さん、それがまあ、その、星切り萌さんとかの件とか、まあ、2013年前後ですね。で、まあまあ、その頃は、まあ、真鍋かおりというものは私のはとこ親戚なんですけども、だからまあそこもうその頃は結婚していたのかな。で、まあ誰かその芸能界の人間でその手がかり
と言ったらいいんですかね、こう人と人とのつながりがなかったら話進まないじゃないですか。だからまあそこからこう誰か会わせてもらえない方とか、まあそういうふうな形ではその当時動いていました。でそれぐらいの頃、まあ秋篠宮佳子様がまた、来られて、まあ子供の頃その、将来結婚してくれるとか、まあそういうふうな、可愛らしい話とかしてたんですよ。まあ結構気に入ってくれてたみたいで、これね、もしかしたら2007年から8年、神戸市立ホテルフルーツラパーク勤務中に、トライアルウィークっていうのを神戸市が行い始めまして、その、中学生の子供とかが、まあ、一時的に仕事とはどういうものかっていうものを体験するっていうものなんですけども、そういうふうな内容で、佳子様もちょっとだけ働きに来ていたような気がするんです。まあ働くというか、まあ体験学習みたいなものですね。で、そういえば、そうだったなというような、まあ、形ですね。で、未来からの時間軸の声がけで、まあ、佳子様のことが、好きですっていうのも、未来から、それをもう少し未来で言ってます。まあ、2015年の頃の、その、新年のご挨拶の時に、まあ、そういう話もしてましたし、まあ、もっと先の時間軸からその地震が何年何月に発生してますっていうことを伝えていたり、まあそれを眞子さまとかとこう一緒に聞いたりとかして、まあこれね、まあ他の方たちの音楽業界の方たちとかも、淡井圭介からの未来の時間軸からの声を聞かれている方たちがたくさんいらっしゃいます。まあグレイの皆さんとかもそうなんですけども、まあジャンヌ・ダルクの皆さんも、こっちはこう聞こえてる、こっちはこう来てる、こう聞こえていると、まあ5人編成でしたので、まあまあ昔僕は20歳ぐらいの頃にその未来からの時間軸からの声掛けに関して、その複数の人間がいることによって、その何回か僕からの未来の時間軸からの声掛けが聞こえてくる。でそれに関してはその災害情報の内容も入ってくるっていう部分で、まあ聞こえてきやすいような状況にあったんだと思うんですけども、まあ災害情報じゃない内容とかもね、まあまあ聞こえていたりとかもするんですけど、だから喋ってる音声がしっかりと聞こえてる時もあれば、まあ頭の中からまあ伝えたり心の声だとか、まあそういう風な内容もありました。でまあ今何が言いたいかって言いますと、その謹賀新年の挨拶の時に、まあ佳子様や、眞子様や、まああまりはっきり覚えてないんですけども、成人様とかがどういうふうに聞こえていたかっていうのは、これね、その動画編集とか、アクセス先の動画が変えられたりとかしない限り、まあ何回か見て、この時はこういうふうな声書きをしていたとか、もう記録をつけることによって、伝わってる伝わってないだとかが確認したりとかがまあできると、まあその辺のところで、まあその辺のところです。コンピューターのその時間軸の、稼働の仕方云々とかもあったんだとは思うんですけど、2015年のその謹賀新年の挨拶の前に多分、佳子様と僕は、佳子様が学生の頃、まあ高校生ぐらいの頃、僕と一緒に多分ここを歩いてると思うんですよ、この辺りを。で、いろいろ話しながら。で、まあまあ、そういうふうな中で、まあ、以前の2のところでは、その、宇賀なつみアナウンサーの件のことを言ってたと思うんですけども、その、子供の頃遊びに来ていたりだとか、まあそういったことは、その時にはまだ思い出せていなかったんですよ。でね、ハミテレっていうのを、まあ、アクセスできるようにするんですけども、
この頃に関しては思い出してるんですけども、その未来からの時間軸で、ハミテレっていうものは動画でアップロードされたの、だいぶ後だと思うんですよ。その撮影していて、テレビで放送していた時じゃないんですよ、僕は。これコンピューターのからの、その未来からの時間軸の声掛けで、これね、難しいんですよ。テレビで放送されていたとしても、なかなか僕バラエティ番組を見ることは、もう、だいぶ前からないんですね。で、まあドラマももともとなかなかまず見ないです。まあ、半沢直樹っていうドラマが、まあ注目されていて、まあ僕も見ました。まあ面白かったです。で、そこから、まあこういうふうな、ベッドシーンとかないようなね、ものを、ドラマとして作りましょうと。で、今まで実際にあったその裁判関係の話だとか、そういうふうなもので、ドラマ作りませんかと、ドラマを 見ながらその勉強できるということで、まあ、下町ロケットだとか、ああいったものを作っていただいたり、まあ、それはもともと半沢直樹という作品、まあ、小説名はもう少し違う名前なんですけども、小説名は全然違う名前なんですよ。ただし、その小説を書かれてた方が、同じ方で、その下町ロケットとか空飛ぶタイヤとかを書かれていた方で、まあ、それを、テレビドラマか、TBS さんの方で してもらったりだとか、まあ、そこでちょっと古舘一郎さんも出てもらったりとかしてるんですけども、まあ、それも僕は言いました。で、なまあ、未来からの時間軸から、まあ、宇賀なつみというものが、その報道ステーションで、ね、その、淡井圭介さんに会いたいですっていう、その、好きですっていうようなことを報道ステーションの時に言っていて、だからその時僕はね、ほとんど宇賀なつみアナウンサーが子供の頃僕に遊びに来たりだとか、フルーツラパー君なんだとか、あとサンパレス六甲にだとか、2002年。そういうことをね、思い出せない状態ですね。だからその、だから、まず先に記憶、どういうふうな経緯があったかの記憶がなかったら、急に告白されても、誰やろうって、僕と同じ名前の人やわ、っていう感覚になっちゃうんですよ。で、多分そちらテレビ出てる人は僕の頭の中で考えてる内容とか分かってしまったりするわけじゃないですか。例えば、まあ見た目が可愛かったら可愛いだとか。で、ただこれね、仕組み云々があって、まずね、最初に、例えばフルーツラパークでね、まあ、バイオリンを弾いてる人で、石川綾子さんっていう人がいますけども、そのストラバディウスという、バイオリンを弾いてという形なんですけども、まあ、もしかしたらあの人もアナウンサーを少ししていたかもしれないです。しないです。で、まあ、あの人の場合は、まあ、僕より年下の方だったとは思うんですけども、その、最初、この人優しいかなっていうのが僕の最初思った時の感想だったんですよ。じゃあ、あの人が、その、石川綾子さんが出てる動画を見た時、僕の頭の中では、この人優しい人かなっていうのを思い出したりするんですね。それが伝わると。で、あとはコンピューターの機能として、例えば、アイドル関係の、例えば女性でね、まだ顔も見てないのに、可愛いっていう内容が頭の中よぎったり、するんですよ。で、それをダウンタウンの、浜田さんが、なんで顔も見てないのに可愛いっていうことになったのねと。まあそういうふうにこう突っ込んでくれたりしてるんですけども、それはね、ある種商業原理が組まれてるのか、もしかしたらその小中学生とかの頃にフルーツラーパークに来ていたものなのかもしれない。ただし、その後、全くその関わり合いが、そのほとんどの人はね、その、まあ、深く関わった人間のところを基本的に、当てにして、その、まあ、当たってみたというか、こう、尋ねてみたというか、まあ、そういう形だったんですけども、まあ、まあ、うまくいかなかったということですね。で、まあ、2000、まあまあ、この辺のところがすごく後から、こう、他者が
人が聞いたら、すごく、怖い話だと思うんですけども、テレビ出てるときはね、会いますとか、いろんな人、男性も含めて言うんですよ。だけども、全員、僕の家の横を通り過ぎたりとか、僕が買い物行ってるとこに、時に横を通り過ぎたりとかで、で、一応声をかけたこともあるんですよ。だけども、無返答。ほとんどの人がそうですね。この間ちょっと前に、関口メンディーという名前でテレビに出られていた、まあ、EXILE のメンバーの人ですね。その人がね、小川駅前で立っていて、関口メンディーさんかなと思ったんですよ。で、まあまあ、向こうの方が年下だと思うんですけども、それで合ってるっていう声を、声かけてきてるんですけども、その時にね、その、多分ね、証言者として来てくれたんじゃないかなと思うんですよ。その、エネルギーの残存量問題とかも分かってる方だったみたいで、この間の、その、SOS、池の水を、抜く大作戦、あれはもともとその琵琶湖から、まあ最初太平洋って言ってたんですけども、まあ結局最終的には日本海の方向の話に変わったんですけども、日本海へその地下水流ストレートトンネル発電を、作るときに、まずその琵琶湖の北の方のところの一部分を敷地、で、まず囲ってしまうと、鉄の門で。それは、九州の干潟の門とかと同じで、まあ、作ろうと思えばできるんですよ。で、一部分を何せ、地面掘っていけばいいっていうわけですから、そのそこで、まあ、水抜きを、しなければならない。で、それで、まあ、まずどういうふうな技術があるかっていうところで作ってもらった部分もありますし、もともとはその外来種の、その危険だとされる、ワニガメだったりだとか、ああいったものを、捕獲していただくと。まあ、そういうふうな、趣旨で始まった番組で、その時にその頭の中で、そのエネルギーの残存量問題の方の話でいくと、しょっちゅうしょっちゅうその池の水を抜いていたら、その大量のガソリンが消費されますから、本当は琵琶湖の件でっていうことで、まあ、頭の中、まあ、心の声と言いましょうか、まあ、伝えようとした時に、まあ、関口メンディーという人が分かってるっていうこと、返答して、いてくれて、多分ただ、あの映像って以前放送された内容そのままでしょう。だから、これね、放送の仕方がまずおかしいと思うんですよ。だからその証言が出てる VTR を関口メンディーさんが来る前に先にテレビで放送しておかなきゃならないんですよ。で、それから放送日があって、それから来てくれたんだったら、あ、話ちゃんとわかる人だっていうことで、僕も声かけやすかったと思うんですよね。で、ナイさん、対象者が多いんで、今ここで言っていたとしても、これ何ヶ月か経過した時にその気づけるか気づけないか、その特に髪型が変わってる人とかは気づけないですし、皆さんまあ顔は結構変わったりします。で、佳子さまもそのまあ天皇家の方のその亡くなられた方の、お墓に、参拝に行かれた時、まあ、黒い帽子をかぶっていて、服は、真っ黒な服装じゃなくて、まあ、灰色に近い色ですね。で、その時の顔をよく見ていただいたら分かると思うんですけども、こちらの方もね、病室に5秒もいられない小林麻耶が激白、あの人の人間性。まあ、こちらを、クリックしてもらったらいいんですけども、まあ、全く同じワードを入れても出てくると思います。そちらの時の顔と、まあ、足して割ってるような、顔になっています。これはね、いろんな方たちでそういう現象が起きているんですよ。例えば、まあ、多分、中川翔子さんも子供の頃フルーツラバー着てますよね。で、その頃ね、その、まあ、高島彩さんのところもそうなんですけど、親が離婚してるんですよ。母子家庭だと。まあ、そういうような部分とかもあって、ちょっとま、母子家庭の人、まあ、家庭の事情が、厳しい状況にある人、まあ、ちょっとテレビ出してあげたらどうですかと。
もうちゃんとあの仕事を真面目にする人とか、っていう枠の中でですよ。まあ、だんだんそのテレビ出ることによって逆にね、違う方向に行ってしまったりする人たちも今いるんですけども、まあ、そういう話はしました。だからそこに該当する人物として、中川翔子というものも、まあ、当時は子供ですけども、フルーツ裏パークに確か来ていたと思うんですね。まあ、その要素って結構大きいんですよ。まあ、もうその人たちから見ての先輩の人たちからの楽曲の提供だとか、あの編曲とかもそうなんですけど、例えば、まあ、なかなか僕、ジャニーズ関係の人たちの曲は買ってなかったんですけど、どちらかっていうと、そのバンドマンの人たちが好きで、買ってなかったんですけども、まあ、TOKIO さんの、空船でしたっけ、まあ、自分のことは自分で、自分の道を、ちゃんと作っていくんだっていうような内容のものを、歌ってらっしゃるんですけども、まあ、曲上とかは、いいですし、まあ、歌詞とかの内容もすごく良いと、あの前向きな内容、こう、なんて言うんですかね、こう、まあ、人生みんなめげそうになるとき、まあ、もうダメだっていうようなとき、いっぱいあると思うんですよ。何回もそういう局面で、まあ、そういう時に、そういう曲を聴いて自分で自分を鼓舞する、なかなか、裁判とかで、ね、誰か無料で助けてくれるかって言ったら法テラスで通って、弁護士さんがついてくれたりだとか、まあなかなかないんですよね、世の中、そういうことが。で、まあ多くの人が法テラスへ行っても追い返されてしまってるっていうのが世の中の現状で、だから自分でできるだけどうにかしなければならないという部分があって、まあ、まあその空船っていう曲を作ってた方は、元大先輩にあたる、人が作られてたんですね。まあある程度の、まあ昔からそうですけども、ある程度の年齢で、まあ音楽業界から消えていく人たちはたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。で、その中で、すごく、売れた人、まあ人気になった人、知名度が上がった人が、特に腕のある方が、編曲をすることによって、やっぱり出来上がり方が違うんですよね。で、多分その、今までその手抜いてたわけでもないでしょうし、その売れたら売れたでテレビ出演が多くなる、ライブの、会場を日本全国ツアーで回り始める、だからまあ作詞作曲のところでなかなか追いつかなくなってくるかと思うんですけども、そのそこで、クオリティ的に踏まれるかどうかという部分で、まあだんだんクオリティの高い、曲っていうものを、発表することが、できなくて、人気がだんだん、下降していく。まあ、世代運動とかもある程度それはあると思うんですよ。年齢的にどうこうっていうところ。その、まあ、若い頃って、例えば、異性で綺麗な人とかがいたら、まあ、男性にしろ女性にしろ、そちらの方の方へ、目が行くっていう部分、まあ、これは正直皆さんあるじゃないですか。だから、そこで、まあ、僕は、すごく曲をまず若い頃は重視してたんですね。その技術力はあるかどうか、演奏的に。で、だからまあバンドマン思考と、あと音聞いた時にやっぱりバンドマンの人たちの音の方がしっくりくるのと、まあ、例えばスマップの皆さんも多分フルーツフラワーパークのその1997年8年それ以降の頃でしたね。その牧原さんからの楽曲の提供とか、まあ、その頃僕は言ってたんですよ。牧原さんがちょうどその頃、表舞台の方で、もう1997年8年前に、名前が売れて、どんな時もとか、まあ、いろんな曲が売れて、で、他の人に、こう、楽曲を、まあ、作り手の方に、変わっていったと。で、まあ、まあ、そういう曲で良い曲はたくさん、探せばあるもあるんですけども、基本的には、まあ、僕は、まあ、バンドマン志向で、で、まあ、最近は、まあ、その途中で、その、マリス・ミゼルさんとか、こう、バイオリンの音を
ていうのを取り入れて、そこで GACKT さんという、まあ、ボーカルの人が一人でソロ活動をするようになって、でそこへ、まあクラシック系といったらいいんですかね、例えばホルンだとかハープだったりだとかトランペット、まあ、その他さまざまなクラシック系、まあ、と言われるような、楽器を扱う人たちが間々で、演奏することによってバンドマンのもともとのそのドラムギターベースっていうそこにプラスアルファしていくことによって、さらにもっと、クオリティの高い作品が、世に、出てくるようになっていったんです。だから その、1997年8年ぐらいまでの曲を聴いてもらったら分かると思うんですけど もうバンドマンバンドマンで、例えばクラシックの人たちはもうクラシックっていうような垣根があったんですよ。まあその辺のところが、まあ、だいぶ変わっていったんですが、まあ、最近は、まあ、1997年8年の前からその小室ファミリーと呼ばれていた小室哲哉さん、もともと TM ネットワークという、バンドの方だったんですけども、まあ、パソコンとかを使った機械的なその音を取り入れてはいたんですよ。もともと1990年前後ぐらいの頃からですね。だから、今の時代は、まあ、またそちらの方のバージョンの人たちだったりだとか、そのバンドマンにプラスその、まあ、昔はテクノとか呼ばれてたんですけども、まあ、パソコン関係のコンピューター系の音を入れて、うん、まあ、アレンジすると言いましょうか、まあ、クオリティの高い作品を、作ると、まあうん、まあ、最近の曲はすごくいろんな楽曲の人たちが一緒に演奏するケースが多くなってます。まあ、和楽器バンドさんもそうですけども、まあ、もともとそれもね、あの1997年、8年ぐらいの頃、まあ、僕の方で言ってましたね。もうその浜崎あゆみさん自体がもともと僕は小学生の頃、東山小学校の同じクラスに小学校6年生の頃来てましたんで、だからそれは1980年代ですね。でその浜崎あゆみさんが ABEX っていう事務所で、そこに和楽器バンドさんが、その後に所属するようになって、うん、で、その音のバリエーションとしてその和楽器という枠が空いてると。で、津軽三味線を、扱ってた、男性2人のご兄弟の方がいらっしゃったんですが、ちょっと今もう名前が思い出せないんですけども、まあ、その方たちぐらいですね、その目立って和楽器を使った方たち、まあ、その人たちはその2人がこう三味線を前面に押し出して演奏されてたんですけども、まあ、それだけじゃなくて、まあ、日本製の笛だったりだとか琴だったりだとか、まあ、いろんな音を取り入れて、でまあ、和楽器バンドさん、まあ、今までにない分野ですね、そのバンドの音にプラスその和楽器を、取り入れるっていう、まあ、その辺のところで、まあ、良い曲を作ればその区別がつくと言いましょうか、名前を覚えていただいたりするのに、まあ、すごく有効な手段なんじゃないかなと思います。まあそのバンドさんも今、ボーカルの方がご結婚されて、まあ、活動を今休止されてるんですかね。まあ、まあ、それも僕の方で進みまして、本当に早く結婚しなかったら、本当に大変なことになりますからと。まあ、和楽器バンドさんのね、その起死回生という曲に関しては、まあ、その題名、曲の題名と、あと歌詞の内容とかは、僕はまあこういう風なものをっていうようなことを、提案させていただきました。まあ今聞いてもらったらその一般の方はもうそう思うと思われると思うんですけども、歌詞を見ていただいたらオリンピックにぴったりでしょう。そのちょうどオリンピック前だったんで、まあそういったことも込みで、まあ
フライングするような形で、まあ、出すような形になったんですけども、僕もね、その曲を聴いてみなかったら、すごく、例えばオリンピック用の曲として押せるかって言ったら、なかなか難しい部分もありますので、まあ、けど僕からの提案で作ってくれていただいてる人たちって、もうみんなクオリティの高い作品作ってくれるんですよ。例えば、ビーズの皆さんだったら、へえ、走るだとか、つわもの、本当はつわもの走るっていう読み方だと思うんですけども、まあ、ゆずのお二人だったら、ひかれと、まあ、ひかれに関しては、その、エネルギーの残存量問題とかを考えると、まあ、表裏一体よりも、僕のその話とかが出てきた、多分ヒカレの方が動画の再生回数増えると思いますね。まあ、表裏一体も、僕の人生を、ストレートにも、本音を言って、その複雑な心境っていう、まあ、そういった部分とかを、歌詞にしてもらってるんですけども、もうそれは正直に言いました。さ、言っておかなかったら、もともと高島屋も僕と結婚話してるから、その、北川さんとね、まあ、関係が悪くなってもあれですから、だから先にそういったことを自分から言っておくと。だから、その本音の部分。で、まあまあ、そうすることによって、まあ、トラブルにならないようにっていう部分もありますし、あとは、まあ、かけるっていう曲もそうですね。まあそちらの方もまあ応援歌のような、歌詞の曲ですね。まあその3曲に関してはこちらから、まあ提案しました。あとはまあ女性でも、ミワさんのフェイスという曲だとか、まあグレイの皆さんも、もともと1998年とかに僕は一緒に働いてた時に弟がその朝6時に、6時台に生まれたっていう話があって、まあ、それそこから、作ってくれたんじゃないかなと思われる、曲もあります。いい曲ですよ。で、まあ、ちょっとごめんなさいね、あの話が気がついたら音楽関係の話になってましたんで、もっと戻します。その稽古話、云々の件なんですけども、まあそれもね、まあ、宇和夏美さんに関しても、その少し前に、もう2017年ぐらいに、もう僕はいろんなところの方々の事務所、いや、テレビ局行って、全部追い返されてますから、もう、交通費だけで、交通費と宿泊費だけで30万円以上は使ってましたね。だからもうそれでも、力尽きるような形で、で、もう親の介護がありましたんで、もう、もういいからって、もうみんな、もう、誰か結婚する当てがあるんだと、もうみんな早く結婚しっていうことを、言いました。で、まあ、それはね、その僕は野犬になって言ってるんじゃなくて、本当にもう状況的に自分の母親の介護をもう離れれるような状態じゃなかったですから、僕は食事を作って食べさせてあげて、まあ、最終的にはその、まあ、しょっちゅうそのお腹が痛くなるっていう現象が母親に起きていて、車椅子を押して、様々な病院へ、もう3日2回ぐらい行ってましたね。その、今考えたら何か神がかり的な力での攻撃とかあったんじゃないかと、まあ睡眠時間的にはね、その母親も、だいぶ、大変なことになってましたね。1日の睡眠時間が4時間の日が多くて、まあ、その2019年に、まあ、私の母が亡くなったんですけども、まあ、その亡くなった後だったと思うんですけどね、宇和夏美らしき人物がこの近くのダイヤパレスっていうところの前あたりで立っていて、で気がついたんですよ。で声かけたんですけども、返事がなくてスマートフォンずっといじってる。あとは、その母親が亡くなった後だと思うんですけども、
大江真理子らしき人物、そうですね、2019年の2020年じゃないですかね、その翌年の春ぐらい、大江真理子と思われる人物。大江真理子もね、僕が20歳ぐらいの頃、まあ、一応ここの中に入り込んできたことはあったんですけども、入り込んできたっていう言い方をしたら悪いかもしれませんけど、廊下を歩いていく時の顔とかが、そのテレビで出てる時の顔と全然違う顔になってたりしていて、それが、その、ちょっと変わるとかじゃないですか。例えば僕だったら今、まあ顔は今ちょっと変わってるとしたら、このほうれい線ぐらいだと思うんですけども、大幅にその目元とか顔は変わってないと思うんですけども、これが大幅に変わってる時が僕もありました。で、どこの誰か、ここで見ても、運転免許証と見比べても、本当にこの人っていうような顔になってる時ありました。だからね、そう、中川翔子さんの話に戻しますけども、どちらがどちらだったかな、米倉涼子さんの顔が中川翔子さんの顔になってる状態。だそういうような現象があるんで、これ必ずしもね、その人本人の元々の顔で綺麗になってたらいいと思うんですよ。で、だからね、いろいろ、まあ、佳子様の顔とかも、昔の写真とか、いろいろな画像を見ていただいたらわかると思うんですけども、結構顔変わってる時があるじゃないですか。だからそれがあるんで、そのね、もともと、まあ、芸能界関係の人間だったら、あ、多分この人の顔が、こう、顔に変わってるなだとか、まあ、そういうのはね、ある程度は分かったりするんですけども、まあ、身に覚えというか、こう、見たことがあったりだとか、する人間であれば。まあ、それは一応テレビ局の方に高島彩ルート当てで送った SD カードで、これ皆さんどう思いますっていうことで、まあ、スタジオにいる人たちとかにも聞いてほしいって、まあ、その辺の話をした時に顔が、だいぶ変わる話とかで、で、まあ、最初は、親とかが、頭がおかしいだとか、いや、ケースケ変やでとか、なんかそういうふうな話になって、それはそれで、だから僕は精神病院に、9回入院させられてますから、その話の内容でね、普段そういうことが、人の顔が変わったりするっていうことが分からなくなった人の答えとかも、そうなってしまうんですよ。だから、受け答えの話が噛み合わない。僕はおかしくなってるんじゃなくて、それを認識できてる人と認識できてない人。もうこれ、画像なんかも完全に証拠ですから、だからそれで認識すらできないんだったら、私から言わせたら、あなたたちの方がおかしいんですよっていうことになるんですけども、だからといって精神病院に行きなさいっていうことじゃないです。それは、ただ、国の、ね、税金を、浪費するだけですから。そうじゃなくて、そういうのが現世として、事実としてあるんですよっていうことを理解してもらったらいいっていう話で。まあ、小林麻耶さんに関しても、2017年に僕はもうみんな結婚したらいいからっていうことを言ったときに、ここの住宅の集会のときに、来たみたいですね。集会が終わった時かな。その集会場の出入り口のところ。髪の毛の長さもね、もうこれぐらいまで、すごく短くしていて、どちらかというと、前髪は分けてなかったと思うんですけども、髪の毛の長さ的には、この、病室に5秒もいられない小林麻耶が激白って書いてるんですけども、まあ、髪の毛の長さあれぐらいで急に来られて、顔もちょっと変わってるんですよ。だから、あとそれプラス、もうみんな結婚したらええからっていうことで、その後、小林麻耶さんも結婚したことになってたんですよ。宇賀夏美アナウンサーもそうですけど。だから、僕からしたら、何しに来たんやろうっていうような感覚で、もしくは、まあ、先に結婚したから、相談に乗るとか、まあ、私だったら、ある程度、テレビ局の方に言って、探し出したり、まあ、もともとテレビ出てた人たちは、連絡つくと思いますけども、の方で来てくれたのかもしれないし、そこで、ね、僕は認識まずできなかったんですよ。小林麻耶さんって。で、その住宅の、集会所の周りに来てた、女性の、僕から言わせたら、その辺のおばちゃんみたいな感じの人、もともと本当にここの住宅の人かなとは思ったりするんですけども、
その人が小林麻耶でとか言ってるんですけども、言うことするぐらいですよ、言ってくること。丁寧な紹介とか、テレビ局のアナウンサーのだとか、そういった説明が全くないんですよ。だから僕からしたら、その顔見ても顔が変わってて、髪型も違うから、本人だと思わないじゃないですか。からかって言ってるんじゃないかなって、この場合ってなるんですよ。ちょっと言葉悪いですけども、これ多分言葉悪く言った方が分かりやすいから、ここはそのまま言っておきますね。まあ、正直もう心の中ではそう思いますよ。その散々ね、僕に絡んでくる連中とかいっぱいいましたから、今まで。だから男性と一緒に歩いて喧嘩を売ってくるようなことを家の外から言ってくる。で、プラスね、以前どういうふうなことを言ってきたかの、電波の声まで聞かされたら、それかなりストレスになるんですよ。で、いろんな人間が私の家の横を歩くごとに、喧嘩を売ってきた時の音声を聞かされていたら、こちらが持ちこたえられないので、それは裁判官の方が聞いてほしい。で、だから、何がしたのかよくわかんないんですよ。だから、僕もこれ経験あるんですけども、会社の会議って、絶対ある程度、話す内容とか先に書類化しておくじゃないですか。こういった内容を議題にしましょうって。なぜそうするかって言ったら、喋ってる途中とかで何もそういうものを用意しなかったら、何話すか忘れてしまったりしません？するでしょう、皆さん。だから僕も各事務所を訪ねた時に、まあ、多分、手紙みたいなものを、そこの会社の人宛てにも、まあ、例えば、真鍋かおりのところだったら、渡したかな、渡してないかな、親戚のものですけども、とか、そういうふうなことを、手紙渡してなかったかな、事務所の人もわかるように、事務所の人宛てに。なんかそういうことをしっかりとしなかったら、まあ、会った時に何を話すかっていう、内容。だから、先ほど最初に言ってた関口メンディーさんの話。だから、SOS、池の水を抜くの話。あの内容で、お聞き答えを先にしてなかったら、見かけても、だから、いっぱいいろんな人は、もう僕からしたらもう声かけるのも嫌気がさしてるんですよ。無視とかもされてますから、いっぱい。しかも、もっと、まだデビューしたてぐらいの二十歳そこそこの人間とかにですよ。で、あと、喧嘩も売られるようなことを言われたりだとか、まあそういうことも結構あったので、まあいろいろこう、嫌気がさしてた部分があります。で、こちらも相手がどこも誰か認識できてないまま、その喧嘩を売ってきてるものだと思って、ある程度の、言い方で言い返してたりだとか。まあ、そういうことがありましたね。残念ながら。まず、みんな自分の名前と住所、電話番号、それが先だと思うんですよ。で、何を話しするのか、それを決めて、手紙とかある程度、1何々、2何々、3何々とか、その話す内容をしっかりと決めてから来てもらわなかったら、これね、神がかり的な力云々とかもあって、急に、喋る内容とかわからなくなる。これがあるんです。まあ何回も言いますけども、小林麻耶さんが、まあ、2015年ぐらいだったと思うんですけども、僕の自宅に、訪ねに来る。2014年ぐらいかな。もう2017年にもういいからみんな、結婚していいって言った SD カードを送ったのが2017年だから、2014年ぐらいだったかもしれないですね。だから、その時に、15時にここの自宅に訪ねに来てほしいっていうことを言っていて、その時間帯にインターホンになって、その5分前に母親に話してたんですよ。宇賀なつみっていう、あ、違う、小林麻耶っていう人間が来るからって
っていうことを言ってたんですけども、僕としてはその母親に小林麻耶アナウンサーのその、まあ映像というか、まあ本のその表紙だとかそういったものを見せていればよかったんですけども、母親ももうふーんとか、まあそういうふうな状態で、でそれを5分前に母親に説明していたのに、インターホンになった時、小林麻耶が15時に僕から言ったんですよ、 SD カードと赤島ルーターで来てほしいって言って。で僕の頭の中その時どうなってたかって言ったら、小林麻耶が来るっていうのがもう頭から取られていて、で誰やろうってそういう感覚だったんですよ。だからインターホンを押してから1分ぐらい経過してからですね、1回座って、そのだからその瞬間多分頭なんか取られていたんだと思うんですけど、座ってその昔もね、二十歳ぐらいの頃そういうふうなことが何回かあったから、もう玄関に丸椅子置いといたらどうかと、そういうこと言われて、意外とね玄関に丸椅子置いていて、1回インターホン鳴らされた時にこう座って、何かもともとあったかなと、そういうことを思い出してからドアを開くとか、そういうこと一回何回かしたことありますね。そのね、突然その瞬間その目の前まで来た時に、頭の中のその認識力とかいろんなもの多分コンピューター経由で取られてますね、僕に声かけれなかった人たち。だから安倍晋三さんも多分そうだと思いますよ。2021年だったかな、2021年の12月2日、シーマという車で、古い、すごい古い車ですよ。そこで止まっていて、18時30分頃僕が買い物に外歩き始めた時に、その車から降りてきて、で、自分から歩きに来て、で、まあ、その、河川水門開式ダム、地下水流、ストレートトンネル発電とかの件のことも含めてだと思うんですけども、安倍さんも僕に声かけれなかったんですよ。総理としての任期が一番長かった人で、まあ総理を引退したとはいえですよ。国会議員という立場でですよ。っていうことは、そのコンピューターのそのシステムとして、正直よくわからないんですよ。僕は最初、社会的地位かな、云々とか、そういう部分で物事を考えた時もありました。そういうふうに見受けられる時とかもあったんで、多分本質は違うのかもしれないですよ。安倍晋三、総理としての任期が一番長かった安倍晋三さんという立場でしょう。で、まあいろいろ海外とも友好関係を、進めてきた、水面下の話もあります。そのムンジェイン大統領とキム・ジョンウンさんの会談だとか、トランプ大統領にも手伝ってもらってと。習近平国家主席も、安倍政権の時でしたよね。天皇陛下と、成人様の前のその平成の天皇陛下と、首脳会談を行っていただいたの。それ水面下で進めてたの安倍さんだから、だから、アメリカとも中国とも仲良くしていた状態で、周りの近隣の国とも、まあ、朴槿恵大統領の頃に表立ってのニュースでは、その、ちょっと、日本とトラブルになってた内容になってましたけども、水面下では持ち直してましたんで、だから海外からのコンピューターの電波によって、その頭の中とか、その安倍さんがそういうふうになってたのかなとか思い出した、まあその方向でも考えてはみたんですけども、でもそういうふうな内容を考えると、まあそうとも考えれない。もしかしたらその法律一辺倒で、道路交通法で、車の駐停車の時間って5分までなんですよ。で、あと交差点の5メートル以内のところに車止めちゃダメなんです、そもそも。で、両方とも多分違反してる状態だったと思うんですけども、だからまあ僕は家の外出るまでずっと待ってらっしゃったんだと思うんですけども、その法律一辺倒でコンピューターがそういうふうに稼働して、まあ、顔もだいぶ、潰れてるような顔の時の安倍さん
だったんですが、まあ、僕の方安倍さんっていう認識は持てなかったんですよ。髪型も崩れていて、で着てる服装もあのスーツとかじゃなかったので、あと身長が頭の中入ってなかったっていうのが一番大きいですね。で、あともう一つ付け加えると、夜だと2メートル以内まで近づかなかったら、あと真正面から顔見なかったら分からないですね。その家の横 の通りだと、街灯の下にいたとしても、その反対側を歩いていたら、まあ幅10メートルもない幅ぐらいじゃないですか。見えてませんね、はっきり言って。あのね、皆さん一回道で立ち止まってもらって、その通り過ぎる、横通り過ぎる人とかの顔をよく見てもらったら分かると思うんですけども、はっきりと見えてないと思うんですよ、ほとんどの人は。一応僕メガネかけて 1.0 あったはずなんですけども、まあただパソコンとかたくさん売ってる部分がありますから、その睡眠不足云々とかで、その目の視力がその時によってどうなってるかはちょっと分からない部分はあるんですが、基本的にだいぶ近距離とかか、もしくは喋ってる声とかで、どこの誰かっていうのを判別しなければならないっていう状態ですね。夜はもうほぼほぼ顔まずわからないですね。だから佳子様の件の時は、その後ろから追いかけるような形で、まあコンピューターか、まあ誰かの音声の声、まあまあコンピューター、まあ電波の方だと思うんですけども、それで声、聞こえてきた声に、まあだからその時僕はもうこんなとこに佳子様なんかいるわけないしな、みたいなことを言ってたんですよ。まあそこでもまあ一つ、まあもう本当に神一重ですね、この件、本当に。なぜここまでしっかりとうまくいかないかっていうところ、まあ僕からしたら、その、言葉で喋ってほしいっていう部分がある。ただまあ電波でのその助けがなかったらこれ会えないんでしょ、多分。だからいつ家の横を歩いてるかもわからないですし、その特に聞こえてない状態でも、その自然と外を歩いていて、この人そうかなと思って声かけたっていう例もあるんですよ。ただ言葉での返事がなかったんですね。その人は心の声、まあ佳子様のことなんですけど、今年の、心の声で返事をしましたんでしょうか。僕は全く聞こえてない状態でしたね。この辺のところのからくりがちょっとよくわからないんですよ。まあ、もともと僕と結婚話うんぬんとかをした人たちとかの名称を、一応一通り、挙げてますけども、特別こうしっかりしたようなデートとかあったっていうとないんですよ。まあ神戸市立ホテルフルーツラパークで働いてる時に、その園内を歩いたりだとか、まあまあ仕事場の人間と一緒だったと思うんですけども、その星空を見たりだとか、そういうのはあるんですけども、その辺のところが、だから話止まりだけで実体的なお付き合いみたいなものは何一つなくって、名前と住所と電話番号ワンセットでまずわからない。わかるとしたらもうだから佳子様ということになるんですよ。で、ウィキペディアの内容とかを見る限り、コロ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 多くの人が変わってるんで、誰が本当に結婚していて結婚しないのかよくわからないですし、で、まあ、ここの、その僕のホームページの、その、この欄の名前のある人でね、どれぐらいの人が、その、昔僕と結婚話したことを利用して、顔の若返りを図って、この辺りに来てたかっていうのはもう数分からないんですよ。だから例えば男性目線とかで
これ同じことされたらどう思うみたいな話になったら、いやもういや誰も名前と住所で番号なんか知らないし、実際でデートらしいデートなんかしたことないって言ったら、もうみんな「ええー!」って驚かれるっていう。だから聞いてる内容と、まあ多くの人が誤解をしていた。まあそれによって絡んでくる連中とかもたくさんいたっていうのが、これが事実だと思うんですよ。それプラス、まあプロ野球選手の場合だと、年収と年俸を大きく間違えるっていう、そういうふうな、話ですね。どこも建設費用で、大変ですよ。数百億円しますから。返済なんかもうそんな簡単な話じゃないですよ。2019年以降、結婚希望相手を佳子さまに固定してるんですよ。まあ、最終的に、そうなりました。で、まあ、その方向性から、まあ、佳子さまから断られない限り、この方向性で固定しようと、まあ、そういうふうに、動いています。それは、まあ、昨年のワールドベースボールクラシックの時か、その前の年、メジャーリーガーの人たちとかも、ペッパーミルってこういうふうな動きをしてくれてたじゃないですか。バット。あれ何かって言ったら、2003年、ナルトのエッサンスリゾートホテルで勤務してる時に、まあ、まだ子供の頃の、佳子様ですけども、会いに来てくれて、まあ、そこで、イタリアのレストランでこれぐらい大きな、ペッパーミル、ちょっとごめんなさい、もっともっとこれ、こ、大きい、もうこれぐらい大きいものなんですけども、ちょっと大げさなものなんですけど、まあ、それで、まあ、胡椒をお客様に振ったりとか、まあ、スパゲッティで、そういうふうな、まあ、出し物といいましょうか、そこのレストランの名物、そういったものがあるんですけど、それをメジャーリーガーの人たちとかも、ハワイ・ケイスケのね、その結婚話に関して、まあ、ペッパーミルっていう形で、こういうふうに、バットをこういうふうに、ランナー出た時に表現してくれたりしていてくれたわけですよ。僕の件の話は、まあまあ、どれぐらい知ってるかは分かりませんけども、まあ、ある程度のことを、まあ、メジャーリーガーの人たちも、知ってる方は知ってると。まあ、そういうことですね。まあ、世界中の政府上層部の人とかだったら、まあ、ある程度知ってる人は知ってると、まあ、こういうようなことになってくるかと思うんですけども、まあ、海外の映画とかを見ていったりしても、日本で芸能人として活動していて、海外の映画にも出てる人、その他国の言語を完全に使って。そういう人もいましたね。日本にいるときはこういう顔だけども、他国、そちらが母国なのかもしれませんけども、その時の顔は、綺麗な顔だとか、まあそういうふうな人物も見受けられますね。同一人物、その顔が変わるっていうことを分かってなかったら、同一人物だと見抜けないんじゃないですか。これも、キャリーパムパムっていう人が、若翼さんっていう、もともとモデルをした人物っていうことを言われなかったら、ほとんどの人は気がついてなかったんじゃないですか、世の中の。だから、これね、一人や二人じゃないんですよ。まあ、男性でも、ニュースゼロっていう番組が以前あったんですけども、今でもありましたっけ、ニュースゼロ。そこで、ラルフ鈴木っていう男性アナウンサー、最初はラルフはついてなかったんですよ。何かね、ラルフ・ローレンの、スーツを、誰かからいただいたのか、僕の代わりにもらったのかどうか、ちょっとよくわからないんですけども、そういうふうなスーツを着てテレビに出てから、ラルフ・鈴木っていう、名称、ニュース読むとき、名前がもうラルフ鈴木って、出るようになったんですよ。で、まあまあ、もともとは、
その人ともね、ゲームセンターで一回会ったことありますね。フルーツ裏パークで働く前だったと思います。その時小林真央を連れてきてましたね。まあまあもっと前に小林真也真央さんに関しては東山高校に、2人が、幼稚園児か、保育園児ぐらいの頃遊びに来たことがあったので、今考えたらそのラルフ鈴木っていう人ももしかしたら兵庫県民なのかなとか、兵庫県で、その生活していたことがあったとか、親の転勤とかでかなとも思ったりもしますね。ラルフ鈴木さん自体は、もうね、もともと名前が分からないんですよ。もうラルフ鈴木でずっと通されていましたから。だからフルスラパーク1998年ぐらいの頃に、まあ、いろいろ話していて、まあ、どうやら音楽関係の人だったみたいで、で、ギターが扱えるみたいで、ダイナフォーっていう、まあ、動画の方、YouTube で見てもらったらわかると思うんですけども、そのロマンシングサガとかの曲とか、ファイナルファンタジーの、ビッグブリッジの死闘、ビッグブリッジの決戦でしたっけ、そういうふうな、曲とかを、演奏したりしています。まあ、その当時の頃に、まあ、ロマンシングサガという、もともと、そのロマンシングサガミューソレルソングっていう、そのプレイステーション2だったかな、で発売される話は、まあ、もともと僕がスクエアエニックスさんの方に、言っていて、まあ、テレビ局経由だったような気もしますけど、両方かな。もともとスーパーファミコンで出ていた、ロマンシングサガをロマンシングサガミンソレルソングとして、出すっていう、まあ、リメイク。まあ、そのあたりの頃からですね、ゲーム業界でもリメイクっていうものが、行われ始めたのは、それまではリメイクっていうものはまずなかなかなかったと思いますね。ロマンシングサガミンソレルソング、初めてなんじゃないですか、本格的にリメイクされるようになったのは。まあその辺の曲だったら、そのすごく良い曲がたくさんあったので、でファイナルファンタジーの曲とかもしかしたら、その昔のファイナルファンタジー、5とか6とかの曲なんですけども、もともと海外で、発売されていた曲なのかもしれないです。これはスクエアエニックスさんとかに聞いてみなきゃわからないんですけども、その可能性はありますね。まあ音楽業界で言うと、まあ阪神・淡路大震災きっかけだったと思うんですけども、そのアメリカのその大ヒットしたその歌詞とかすごく良い曲を日本の、歌手の人に、歌わせてあげてもらえませんかということで、まあ平早香さんがジュピターという曲を、演奏してた、披露してたんですけども、まあ曲調と歌詞がすごくいいじゃないですか。まあ超一級品の曲だと思うんですけども、まあそういう話を私から提案して、テレビで放送された頃は、僕は平原綾香さんが作った曲だと思って見てたんですよ。事後経過、誰も何にも報告してくれないんですよ、僕に。で、だからまあそういう風な形になっちゃうんですけども、だからね、日本の音楽業界で、この曲すごいなっていう曲を聴いたとしても、もしかしたら、もともとは海外のその大ヒットした曲を、日本語に変換して歌ってる曲も、他にも多分あるんじゃないかなって思うんですよ。だから、そのホームページは YK 助の履歴の、その64番と65番の間に、その番号を振り分けてないところで、まあ音楽関係の、ところにアクセスできるようにしてるんですけども、まあ、例えば日本の今まで男性バンド曲ベスト100のところ、まあ、ここもコツ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 アクセスできる曲を増やしていって、今だいぶ増えてます。日本の女性曲ベスト100のところもだいぶ増えてますね。他の欄のところにあったものが消えて、そちらの方に移動したりとかもしてるんですけども、
まあまあ、あの、まだ両方とも作ってる最中なんで、多分、両方とも100曲、いつ何か超えてるみたいな形になると思うんですけども、そういう曲、ここに選ばれてくるような曲を聴いてもらったらわかると思うんですけども、すごくクオリティの高い作品って今まで世にたくさん出てきていると。っていうことは、やっぱり、混ざってるんじゃないかなっていうのが、まあ、本音ですね。まあ、あの結婚話の方に戻りますけども、まあ、その結婚希望相手は佳子さまで固定ですね。で、まあ、他の人たち、その、この間、その関口メンディーさんが来てくれたみたいに、ただ、これね、佳子さまの件もそうだと思うんですけども、動画が上がって、その時に僕はいつの時間軸から見てるかを伝えなきゃならないんでしょうね。それによって行動を決めなかったら、いやいや、だから、例えば、この間、園遊会がありましたけども、これが例えばね、1年後の僕の声を聞いて行動をされても、まあ、困るわけじゃないですか。例えば、一応、まあ、昨日、園遊会の映像とか見たんですけども、かなり省いた部分で、最初動画で上がってきた YouTube の内容って、天皇陛下とかがこうお話しされてる音声とか全然何も出てない状態なんですよ。十何分ぐらい経過してから、音声が出てる。で、北浩二さんっていう人と話をし始めてから音声が出るようになってるんですよ。だからその辺のところで、まだ時間が少し経過してから、最初の方に喋ってた、音声とかも出るような動画が上がってきたりしてるんですよ。だからいろいろ手加えられてからなので、僕もね、それ、なかなか対応難しいんですよ。それまでに佳子さまに、ハワイ圭介見てますとか、文人さんもそうなんですけども、成人様にも、一応まあ伝わってると思うんですけども、まあ、成人様も、会うって言ってくれてるんですよ。北浩二さんとお話しされてる時か、その次の方かのどちらかの時でしたね。会うって言ってくれてましたね。ある人様。ただし、僕はどう行動したらいいのかよくわからないんですよ。皇居の方へ行ったらいいのか、その赤坂御所の方へ行けばいいのかとか、もうちょっと僕もどう行動したらいいのかわからなくて、